コーヒーの原料となるコーヒー豆。そのコーヒー豆について少し見てみましょう。ここはコーヒー農園。コーヒー豆はコーヒーの木から採れる種ということはご存知でしょうか。コーヒーの木に咲く白い花が散るとサクランボに似た赤い実がなります。その実の中には種が2つ入っており、これがコーヒー豆です。コーヒー豆は雨、日当たり、その他いろいろな条件が揃わないと育たない難しい植物です。さて、コーヒー豆の生産地はご存知ですか。コーヒー豆は赤道付近の亜熱帯地域で生産されます。これをコーヒーベルトと呼び、その中で最も生産量が多いのはブラジルです。世界のコーヒー豆の約3分の1がブラジルで生産されています。2位はベトナム、3位はコロンビア。収穫された生の状態の豆、生豆は大型のバッグを使用してコンテナで運ばれます。大容量のため輸送効率が良く、 CO2 排出量を抑えることができます。比較的使用量の少ない生豆は麻袋で運搬されます。焙煎される前の生豆は薄い緑色をしています。グリーンビーンとも呼ばれます。運ばれてきた生豆は強力なマグネットで異物を取り除いたり、風で比重の違うものを吹き飛ばすなど品質の管理を行っています。